moments are the important moments that connect us. 杞憂名古屋。皆さんこんばんは。6月11日火曜日午後10時になりました。 FM79.7MHz コールサイン JOZZ0CGFM FM 宜野湾の電波をお借りして、名古屋にあるダンスタースタジオから杞憂名古屋をお送りいたします。調子よかったのにちょっと噛んだね。あのね、今日も暑かったんですけど、午前中ね、ちょっと作業して汗が出て、でお昼もねカップラーメン食べて汗が出て、だいぶ加齢臭が出たんじゃないかなと思っている滑り王子マスクマンでございます。はい、本当に今日暑くなりました。名古屋も 31.5 度ぐらいになったのかな。なんかちょっと温度差で若干やっぱり汗をかいてミネラルが足りてなくて、今日はちょっとスポーツドリンクを飲みながら、このスタジオにおります。皆様も水分とミネラルをしっかりとってくださいね、という味噌煮込みスキーと、今日30度を超えましたよね。で、まあ私実を言いますと、今日は在宅勤務しておりましてはい、エアコンがかかっております。あ、いい環境ですね。飲み物飲み放題です。氷も食べれます、アイスクリームも食べれます、はい、そういうぬくぬくな環境というか、冷えな環境というか、冷えというか、そういったところでダラ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 はしてないです、仕事をしていたダンサーズがございます、はい、でもあれじゃない の血糖値が上がっちゃうとか、そういうあれじゃないの。おだまり。はい、はい、こんな3人がお届けします。今夜のテーマはセット。今夜のテーマはセットです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナラジオからも放送しています。マイチューナラジオアプリまたはマイチューナラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。本日の電話ゲストコーナーは FM ギノワン毎週土曜日25時から放送中の番組沖縄大好きの大好きを叫ぼうのパーソナリティをされていらっしゃいます沖縄大好きさんです。22時13分頃からとなります。名古屋は栄養コーナー22時38分頃からとなります。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス、個人スポンサーさんですグランレーナさん、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、 お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市永田、おやつと軽食の店夢屋、太古式とオイルリンパトリートメントのリラクゼーションサロンなごみ、ネットワークカメラ録画システムのことなら D グラッド、個人スポンサーさんです真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。杞憂名古屋。私ども東海協和の国内物流部は名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。安心確実迅速をモットーに創意工夫を凝らし、お客様の個々のニーズに応え心で届ける物流で皆様の暮らしをつなげていきます。どんな形状大きさの輸送もお任せください。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海協和まで。リテールクリエイト社会保険労務士法人は小売業コンビニエンスストアに特化した
日本でも数少ない社会保険労務士事務所です。全国の小売業、コンビニオーナーの皆さんが抱えるお困りごとに寄り添い、問題解決いたします。人が集まらない、どうやって育てればいいんだろう、従業員の働きがいにつながるアイデアはないかなど、小さなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせは電話 03-5357-1182、 またはコンビニ社労士で検索。相続対策は万全ですか？税理士法人ベスタックスは、財産カウンセリングにおいて相続に関するお悩みを問題解決し、最善のご提案をいたします。大切な家族と争わないために、事前の準備から相続の発生後まで、信頼できる相談相手として全力でサポートいたします。相続、税金、手続きなど少しでも不安な皆様、ぜひ経験豊富なベスタックスにご相談ください。お問い合わせは電話 03-6421-2296、 またはベスタックス相続で検索。キウナ名古屋。今日はなんかツイキャスがいろいろ来ておりますけれどもね、沖縄大好きさんが、こんばん名古屋、今日はよろしくお願いします。はい、お願いします。後ほどですね、キュキュキュキってちょっと喜びが伝わってます。で、ロアさん、こんばんは。こんばんは。ペーターさん、こんばん茶碗。茶碗茶碗茶碗はい、大子さん、こんばんは。ということで、こんばんは。こんばんは。ね、お子さん、ミッドナイト王皇ということでね、あの番組やられてますけれども、はい、はい、姉妹番組なんですよ。あの、って何、もうちょっとなんかリアクションしてよ。いや、姉妹どころの、騒ぎでございませんよ、お子さんとは。どういうふう？誕生日一緒だったよね。あれ、誰と？お子さんの誕生日一緒じゃなかったかな。え、そうなの？そうなの？あれ、そうじゃなかったでしたっけ。あれ、そうだった？多分一緒だと思いますけど。あのフジテレビの日ですか？うん、そうです。あれ、本当でしたっけ？多分そうだと思いますよ。なんか間違えてなければ。あ、そうなんですか。うん、ああ、うん、だからなんか共通性があるんですね。うん、そうなんですよね。で、程よい噛み具合の王子ということで、沖縄大好きさん。あ、そうそう、オープニングね、ちょっと噛んでたね。そうだね。あ、まあ、いいですね。はい、青葉さん、こんばんはということで、こんばんは。こんばんは。というか、沖縄大好きさん、カレー臭ってでも確かに暑いですよねって、本当なんですよね。名古屋、こんなに急に暑くなりましたよね。暑い暑い、本当に。カープボーイさん、味噌煮込みすきさん、ダンサーズさん、ひげを剃っても薬味するさん、皆さんこんばんは。わんわんわん、今日も一日中すごい雨だった。今日なんか沖縄土砂降り雨で、そうなんですか。この先ゴロゴロどっかってどっかに落ち寄ったって。あら、冠水してるとこもあるって。え、そうなんですか。で、石垣島もちょっと停電したりとか大変だったみたいですけど、でも愛知県、あの豊橋が停電ありましたけど、あ、そうなんですか。なんかまだ原因がわからない。で、あのペーターさん、カレー州のカレーがカレーなるカレーになってるよ。華やかなカレー、いい感じですね。それはちょっと必要です ね、それだったらいいんですけどね。そうだよね。高茂さん、こんばんは。ということで、はい、こんばんは。高茂さんも FM ギノワンでラジオやられております、高茂のキックオフということでね、はい、はい、土曜日の夕方16時ですね、はい、はい。あと、そうそう、沖縄大好きさんがまさにダンサーズさん、ドリンクバー付きの環境ということで、はい、すいません、こういった環境でやってました。いいな、ドリンクバー、はい、あ、そうだね、そういうことね、飲み放題だからね。あ、そういうことね、はい。シュプリームさん、ダンサーズスタジオの皆さん、王子ファンの皆さん、こんばんは。はい、こんばんは。疲れすぎて寝落ちする自信しかないです。寝落ちしないで、ね、沖縄大好きさんも出ますし、うん、ね、で、あのカッポイさんが、日曜日ロックの日最高に盛り上がったよって、突っ張りが出てくるし、最後にジュリーは出てくるし、あ、鳥の鳴ってないと困るんだ ROK2023、 もう最高に盛り上がった、面白かった、最高だったってことで、行きたかったですね。ジュリーってあのジュリー、ジュリーってあのジュリーですね。なんかね、あの、すごい
突っ張り当時の突っ張りの予想ね、こう、はいはい、格好でなんか出られてたとかね、うんうん、ちょっと面白そうでした。行きたかったね。で配信があったのにね、それね、ま、知らなかったんですよ。え、そうなの、うん、配信が、いやロックの日であるのは知ってたんですけど。あ、そうなの。いや配信あるの知ってたんですけど、ちょっと本当に用事があっていろいろごちゃごちゃして、うん、ね、ちょっとその時間に間に合わなかったんですよね。はい、でさちさん、こんばんみー、こんばんみー、お久しぶりです。ということでご無沙汰しております、はい、お久しぶりっ子、はい、あ、あ、で、あんつばさんもこんばんみー、はい、こんばんみー、で、王子ヘッドホン変えたって。え、ヘッドホン変えた、変えた、ヘッドホン変えてないですけど、うん、髪の毛であれなのかな、ちょっとあの、うん、見づらくなってんのかな。なんか王子の顔、今日赤いですね。赤い、うん、これ光の具合じゃないのかな。赤い、今画面見てるんですけど、うん、赤いですね。別に飲んでないんだけどね。お子さんが、うん、あ、そうだったやって言って、あれ、笑いってなったけど、もう忘れてるの。え忘れちゃったの、やだな。ね、ひふみさん、こんばん、ごくんちょ、ごくんちょ、久しぶりのジローラモの、ジローの字がなんかね、あの、痛い方だね、痛そう、うん、ね、痛そうだね、痛そうですね。で、FMJG 新一さん、こんばんは、今来ましたということで、FMJG 新一さんは、スポンサー様でいらっしゃいます。はい、はい、いらっしゃいませ、はい、いらっしゃいませ。で、かっちゃん、こんばん、ちょい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 ありがとうございます、はい、で、岐阜の9人のババさん、こんばんは、うん、今ご飯作ってますということで、うん、はい、ご飯お疲れ様です、ね、お疲れ様です、うん、はい、ということで、埼玉のゴーさん、ダーサーさん、みそさん、おじちゃん、こんばんは、こんばんは、はい、こんばんは。沖縄大好きさんが電話ゲストですって、はい、僕、埼玉大好き、かっこ仮です。仮仮、 あれ、沖縄大好きさんのラジオのネームが違うのかな。うん、ね、ラジオネームが違うのかもしれないですよ。あ、かっこ仮になったんですね。仮になっちゃって、はい、はい、うん、で、王子さん、王子の顔、うん、相変わらずかっこいいですということで。でしょ、こう、今日もファンデーションのりがすごいいいもん。おだまり、ファンデーション塗ってるの。塗ってないよ。おだまり、これ単なるあのテカテカし た, したあの油っぽいだけよ。ファンデーション塗ってたら、単なるこの、はい、ということで、じゃあ、はい、はい、では、沖縄大好きさん登場です。沖縄大好きさん登場です。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターエンドオブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。おやつと軽食の店夢屋。那覇市長田にあるおやつと軽食の店夢屋は、あなたの町のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分、詳しい場所は地図アプリで検索。リラクゼーションのゴミは、お客様に合わせた施術をしています。疲れてるから癒されたい、腰が最近痛いといったことなど幅広くサポート、体験したことのない施術をお約束いたします。お問い合わせは名古屋市緑区リラクゼーションサロンのゴミで検索。リーグラッドはネットワークカメラシステム、トップシステムの開発、製造、販売をしています。お見積もりから設置運用までワンスポットサポート、安心のセキュリティやお約束いたします。お問い合わせは D グラッドで検索。キユナ名古屋。はい、電話ゲストコーナーです、本日は FM ギノワンで毎週土曜日25時から放送中の番組、
沖縄大好きの大好きを叫ぼうのパーソナリティであります沖縄大好きさんです。こんばんは。こんばんは。こんばんは。どうもご無沙汰しております。はい、ご無沙汰です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、まずはですね、沖縄大好きさん自己紹介をお願いしてもよろしかったでしょうか。はい、わかりました。旧名古屋の皆さん、こんばん。名古屋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 ということで、ラジオリスナー、そして5月から FM ギノアのパーソナリティになりました、沖縄大好きです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。私ですね、沖縄大好きさんと初めてお会いしたのが、今は亡くなってしまいました、南城市にありますありました、はい、ハート FM 南城の方で初めてお会いしたのがきっかけということで、はい、そうなんですね。はい、あの時は大城智也くんの番組の私観戦もしてまして、その観戦してる時にもうね、サプライズで来ていただきまして嬉しかったです。はい、ありがとうございます。いや、もうこちらこそお土産もいただきまして本当にありがとうございました。いや、とんでもないです。もともとはですか、あちらの近くにお住まいではなかったんですよね。そうですね、コロナに入ってから今のところに、引っ越しをしまして、それでハート FM 南城さんに行く機会が増えたんですけど、そこで友也さんの番組を知って、はい、でそれで、ダンサーズさんたちとお会いして、はい、っていう流れになりますね。そうですよね。それが、はい、それがもう放送局自体がなくなってしまったという。本当ですよ、もう残念。お会いしたんですけど亡くなってしまったというのは本当残念なんですけども、本当にもう、いや本当ですね、こういったですね FM 局本当にね亡くなってて、この前も北谷の方の FM 局もなくなっちゃいますし、なんとかですね、はい、本当にラジオ盛り上げたいですよね。本当ですね、もうラジオはやっぱりもう生活の中では本当に欠かせないものなので、やっぱり身近にあってほしいではありますよね。本当そう思います。いや、はい、本当ね、私も沖縄のねラジオを聞き始めて、まだまだ若輩者ですけども、いやいや本当、やっぱり面白いなと思いますもん。はい、本当に、もう地元ならではのその沖縄らしさっていうのも、またそれぞれ個性が出てるのも、沖縄のラジオのその素晴らしいところだと思ってるので、そうなんですよ本当に、はい、このなんでしょう、この密着、リスナーとの密着感っていうんですか、これがすごく私すごくいいなと、なんかもう距離感がね、距離感がすごいですもんね。そうなんですよね、本当にすぐ会える、パーソナリティとすぐ会えるっていうところが嬉しいなと思いますもん。はい、僕もそう思います。はい、でこのですね、私もこのねラジオ、沖縄のラジオいろいろ聞いてますけども、今、はい、隣の隣にいるものもですね、沖縄大好きさん、はい、南城でお会いして、で、はい、どう思われたか知りませんけども、一応その感想をおっしゃっていただければと思いますけど変わりますので、はいはい、味噌煮込み好きでございます。お久しぶりです。ご無沙汰しております。ね、お会いできて、はい、リアルでもお会いできてちょっと嬉しく思っておりますけれども、はい、いや、もう本当僕もそうですね、これからその番組を始められ、はい、今ね始まりましてですね、ね、大好きを叫ぼうということで、そういうタイトルで、はい、内容もね、もう放送が始まってますので聞かせていただきましたけれども、なんかやっぱりその、はい、自分の大好きなものをこう語るって本当に楽しいなっていうか、幸せな気分になりますよね。すっごく幸せですね今本当にで、やっぱりこうラジオを作ろうと思った時にやっぱりいろいろコンセプトとかって考えると思うんですけれども、はい、もうこれだっていうふうに決めた、その決め手というかね、きっかけというところを教えていただきたいんですけれども、最初は、はい、普通にその他の番組みたいにテーマ設けたりフリートークでそのラジオやろうとも考えてはいたんですけど、はい、やっぱりそのいろんな人たちからそのアドバイスとか、ちょっと相談する際にその自分の好きなものを発信するのもどうってことから、で最終的にもう今にたどり着きまして、それでこのタイトルも付けさせていただきました。お、
なるほど、そういうことで、ね、あの先日聞いた時はそのやっぱりその、ね、あの沖縄大好きさんの好きな沖縄ワンヒーローのお話ですとか、ね、はい、そういう話をされてましたけれども、で、はい、リスナーさんの反応っていうのはいかがでしょうか。あのありがたいことに皆さん、はい、あのすごく楽しかったって言ってくださる方もいれば、はい、あの実はあのその親戚とかその友達とかにも番組始めることを告知したら、はい、みんなあの聞き取りやすかったとか、うん、あの初めてとは思えないっていうあのいろんなお褒めの言葉をいただきまして、ああそうですね、思いました。あの、はい、本当に実は一番第1回目の放送ももうから聞かせていただきましたけれども、ありがとうございます。本当にあの初めてやるでも本当私たちの時って結構大変っていうかもうで緊張したりとか、うん、なんか言葉を忘れちゃったりとかいろいろ大変だったり、まあ、中継だったから余計だったんですけれども、でも本当に、はい、なんて言うんでしょうね、初めてとは思えない感じで、ね、あの放送されてたなっていうのは確かに思いました。 ありがとうございます。で、本当に素晴らしいなって思うんですけれども、で、はい、そう放送時間が25時ということでね、はい、なかなか、はい、リアルでその沖縄大好きさんも自分自身ご自身もね、こう、はい、行くのっていうのは大変かなと思うんですけれども、そのあたりはいかがでしょうか。あ、ちょうどその日曜日とかが自分お仕事が休みなので、だからもうタイミング的に番組を実況しやすいかなと思って一応その時間にまず選んでみたんですね。あ、なるほど、はい、あ、そっかそっか、そうですね、深夜の時間帯ということでね、はい、まあ、こう時間を何時にするっていうのをやっぱりこの、ね、次の日がお休みということでちょっと楽しい気分で聞けるっていうのはありますよね。はい、ね、ありますね、すごく、ただ、ね、放送の方は収録ということで、収録日っていうのは特に決まってらっしゃるんでしょうか。あ、ですね、はい、その収録日なんですけど、もう基本的にその、うん、月から金のその平日のどちらかにちょっと、まあ、バラバラになってて、うん、まあ、ちょっと仕事のスケジュールの関係とかもあったりしますので、それにまあ合わせて調整しているという形ですね今。あ、なるほど、そういうことですね。この収録日ですとか、はい、テーマとかっていうのはどういったところで情報を得たらいいですか。あ、実はですね、はい、SNS 番組始めることきっかけに再開したんですけど4つ実は解説してまして、はい、おい、あ、まず、はい、あ、いいですか、はい、すみませんね、よろしくお願いいたします。はい、まず旧ツイッター X と、はい、それから Facebook と Instagram、はい、それからInstagram のその会社がやっているスレッズも4つ開放してます今。なるほど、お、あ、そうなんですね、はい、あ、そうですか、Facebook、 X でですね、検索するときはどういった感じで検索したらよろしいですか。あ、そうですね、沖縄大好きの、まあ、その大好きを叫ぼうとかで、はい、検索したら出てきますし、で一応個人アカウント、沖縄大好きの個人アカウントがありますので、はい、そこでまあちょっと普通に沖縄大好きって検索したら、龍神マフィアの仮装して僕のアイコンがあるので、そこからまあプロフィールに飛んだらすぐ行けるように設定してますので。あ、なるほど、でも番組の専用のね、はい、X もありますよね。はい、設置してあります。ですね、個人とまたね番組のね沖縄大好きを叫ぼうということで検索したら出てくるということですよね。はい、そうです。あ、はい、そこでテーマとか収録日がわかるってことですね。はい、もうそうですね、そこでもう収録日とでその何日分の、まあ、放送分、まあ、1週分2週分収録しますよっていうのちょっと細かく載せてありますので、そちらをぜひチェックしていただけたらと思います。なるほど、はい、ひふみさんがですね、Gキャスで、はい、リスナーが番組を持ってるって他局でもあるけれど、はい、FM ギノワンが一番多くないっていうことで、確かに正直多いですよね、本当にギノワンが一番。そうですよね、なんかこう、ね、リスナーさんがこう番組というかね、FM ギノワンを好きすぎてなんか番組を持ってしまうパターン多いですよね。多いですね、やっぱり、ね、そしてですね、私たちのね旧名古屋にはね、まあ、はい、滑り王子というねキャラクターがいるので、キャラクターキャラクターせっかくですので
王子と、はい、今ねびっくりしましたよ。喋りたいの？よろしくお願いします。別にあの王子ね、あの、はい、着ぐるみ着てるわけじゃないですから、ね、あのおはずでございます。沖縄大好きな王子でございますよ。はじめまして。はじめまして、どうもどうも。あのね、あの番組の中でこのね、自分の好きなこととかをねお話しされてますけども、あの、はい、王子がね、あのその番組内であの好きなこと喋ってもいいのかしら。あの王子の好きなことですか、うん、まあ、多分、ね、これがね、お話できると多分半日ぐらいねずっと喋ってるんですけど。お黙り。あの収録だよね。収録ですよ。収録ですね。ということは、はい、大多数のあれ、トークがあのカットされるって場合がございますね、もしかしたら。もうすべてカットされますね、王子の場合は。ということはもうあの無音になっちゃいますよ。無音になる。無音になっちゃうじゃん。それはまずくないですか。まずいですよね。だからなんか喋っとかないとね。なんかそれぐらいね、あの語り尽くせるぐらいねお話がしたいなと思いましたけども。うん、あの決してあのね、あのもともとね、あの王子、あの名古屋のマスクマンというね、ラジオネームもちゃんとあるんですけども、はい、忘れてましたね、そのラジオネーム。ありましたね。うん、ありましたね、そういえば。まあ初期の頃はね、はい、あのダンサーズもね、あのミソニコも知ってますけども、あのマスクあったんですよ、レスラーマスクが。うん、あのそれはまあ一度ね、の機会の時にかぶってましたけど、とっても多分ね、あの汗臭くてね、うん、あの今でいうね、もう加齢臭がたっぷりになってると思いますけども。お黙り。うんうん、ただまあ今は素顔マンでやっておりますので、お黙り。うん、あのマスクにしてるとあの蒸れちゃうもん。お黙り。ね、そこからね、あのだいぶね、人事があったわけではございませんけども、昇格してあの王子になりましたけども。お黙り。ただね、どういうわけかあの前に滑りがついてますので、誰が滑りをつけたかわからないんですね。王子滑ってますで、ただこれ普通のトークですよ。普通の今のトークで滑ってますって言われますから、うん、どこかってね、あの皆様に聞きたいぐらいなんですけど。王子、アーカイブ聞いてます、はい、旧名古屋の。ありがとうございます。聞いてるんですけども、ポッドキャストとか、うん、まあ、生放送もそうなんですけど、うん、まあ、ところどころ滑ってるっていうのは自分たちも見てて分かってて、ただ王子がそれを自覚してるかどうかっていうところで。え滑ってる？これちょっとお間違いになられるような気がしますけども。ね、やっぱりね、この健全なトークをしてですね、ここまあ私たちのこのコンセプトがね、すみません、うん、カープボーイさんが夜の蝶の話ばっかりするからダメって。夜の蝶。皆さんそこを勘違いなされてるっていうね、たまに違う話とかするんですよ、あのプロレス。たまりってなんで、たまりってどういうこと。ほぼそうじゃない。ほぼ、うん、だからあのね、メールなんかでも、はい、そちらの方向にこう行くようなメールが、ね、たくさん来ててですね、うん、それに乗じてお話をしてるってことが、ね、ございますので。別に乗じなくてもいいだよ、それに。オリジナリティがないじゃない、うん、違いますよ、もうそれはやっぱりね、ね、メールをね、くださったね、はい、方に対してね、返信をしないといけないもんですから。お黙り。沖縄大好きさんの番組収録なんですけれど、うん、ツイキャスで配信するんじゃないかとでしたっけ。あ、そうです、ツイキャス配信してます。おう、王子配信されるからカットできないと思うんだ。あ、そういうことですね。はい。そうするとだからレッドカードが。あ、そういうことね。まあちょっと、ね、抑え気味にですね、うん、はい、内容をちょっと変えながらお話をして、まあ、うん、よくね、プロレスの話をしたりとか野球の話をしたりとかっていうね、うん、時が王子もあるじゃないですか。ただそこからちょっとずつこうシフトチェンジしていって、最終的にはそっちに持っていくっていうね、そういうパターンが多いみたいですね。最終的にそんな感じじゃない。いや、着地点がおかしいんですよ、そこなんか。じゃあ、ね、このね、王子のこういうお話がね、皆さんね、男性の方なんかね、特にね、お好きなんじゃないかなと思って、ね、いつもね、お話しするんですけども、ただ、触りの部分だけでしょ、内容的にはそのね、すごいなんか、どきついようなこと言ってないですから。
あの一応ちゃんとした番組でございますよ、ね、ちゃんとしてないですよ。今何か言いました、ちゃんとしてない。高茂さんがイエロー出そうかなって。ちゃんとしてない。あのね、ね、あのもう一回言いますけども、はい、ね、あのよくあの文字番組の中で言いますけども、はい、この番組はです ね、はい、ね、あのね、クラシカルでアカデミックな番組でございますんで、ね、それをコンセプトにしておりますので、ね、もし分からなかったらね、あの SNS でちょっと調べてみてください。どんな、ね、ことかということを。もう終わりです。もう終わり。そうよ。安静会確定ですね。王子、沖縄座敷さんのラジオの PR するのに、はい、なんかどんどん脱線していってるけど大丈夫？まあ、こういうあのお話で、うん、あの、膨らんでいったなと思って、今日も膨らんでった、うん、今日も素晴らしいね、ゲストの方とのトークができてね、王子嬉しいもん。まあでも自分も一回あの本当に王子と話はしてみたかったで、これはこれでも面白かったです今日は。ね、じゃあので今日ね、あの、なんていうの、あの脱線したような話はね一つもありませんもんね、うん、いやもう常に脱線してるんですよ、もう最初から。え、最初から最初からなんか脱線してるんですよ、なんか誘導しちゃってるんですよ、なんか危ない方向に。危ない方向。高坊さんもだってあのツイキャスで、うん、あの誘導しちゃってるかも、イエローカード出てますもん、王子に対して。29分エロい方向へ持っていこうとしているシミュレーションでイエローカードって。あの、ね、それはあのリスナーの方が想像しすぎ、うん、エロい方ってエロなんて一言も言ってないですよ。でも王子さんからのコメントでね、沖縄大好きさんが王子のトークについていって突っ込めるのすごいな、普通の人なら今この人何話してんだっていう空間生まれる時間なのにって。あ、言われてみればそうですね、皆様ね、あのゲストの方ちょっとこう、空間が空くような時がございますんで、うん、よくね、次の返答が返ってこないってことがありますので。ありますね。あるもう王子もびっくりっていう。それはあるね。ね、確かにあるんだけど、うん、何言ってんだこいつと思う時あるよ。何言ってんだこいつ。ね、あのそれもなかなか面白いじゃないですか。そうですよね。だから滑っちゃうんすよ。ね、だから滑っちゃう。滑ってないんだけどな。もう疲れちゃったの。次、いや違うじゃん、はい、次また次、あと1回イエローカード出たらもう多分確実に大丈夫ですけど、大丈夫です。ちょっと番組にならなくなってしまうので、うん、はい、あのね、あの締めのここはちょっと高崎さんにこのラジオの PR で締めていただけたらと思います。沖縄大好きさん、あのもう一度ですね、はい、あの番組のコンセプトですね、はい、を、はい、あの今までの話とコンセプトがもう王子に取られそうでしたので、もう一度お願いできますでしょうか。わかりました、じゃあ早速行かせていただきます。はい、はい、毎週土曜日の深夜25時 FM ギノワンで30分間放送してます沖縄大好きの大好きを叫ぼう、私沖縄大好きが、まあ、自分の好きなものを、発信するのを、まあ、コンセプトに、まあ、リスナーの皆さんからも、アニメや特撮、まあ、その他のジャンルの制限は一切ないので、皆さんの好きなものをラジオで伝えようというのをコンセプトにやっている番組ですので、ぜひぜひあの危ないもの以外はぜひ皆さんあの発信していただけたらと思います。いや、もしよろしければですね、はい、まあ、この男をですね、まあ、何かの電話か何かでですね、つないで、はい、大好きを叫ぼうで、出たらどうなんでしょう。番組として成り立ちますかね。あ、それは大丈夫ですよ。うん、皆様が考えているようなことはございませんので、うん、あのざっくり言いますけど、あの僕の家族も聞いてるんですよ、この。あらあら無理ですね、うん、アウトですもうこれ。アウト案件ですね。これ高茂さんの前に沖縄大好きさんにレッドカード出されて退場ですね。はい。もうクラシカルって言ってる時点でもうアウトです、ね。はい、すみません、どうも、はい、大幅に お時間過ぎてしまいました、はい、申し訳ございませんでした。あ、いえ、もうありがとうございます。今日はありがとうございます。はい、本日の電話ゲスト、リスナーであり、パーソナリティされています沖縄大好きさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。変身、ありがとうございました。おだまり。
メールご紹介します。はい、ラジオネームみなこさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。お三人さんこんばんは。こんばんは。毎週火曜日はスマホのアラームを21時58分にセットしています。あら、あら、しかし激しい腰痛で強い痛み止めを飲んだら副作用で寝てしまい、急な小屋が終わっていたことがよくあります。あら、まあ、王子社長、あれ社長、社長だったの王子、王子、王子社長、どうしたら起きれますか。ではでは、これはですね、みなこさんね、あの、まあ王子がですね、まあ添い寝をしてあげて、21時58分になったらですね、腰をスリスリしてあげると目が覚めるんじゃないかなと思うんですけども、地獄を見るわよ、これが一番いい方法かなと思うんですけど、地獄を見るわよ。みそちゃん全然反応しないね。それ今セクハラです。今さ、ポン出しが全てを物語ってると思うんだ。セクハラって言わないでください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ジョージさんからです。ありがとうございます。最近お昼の BS で危ないデカがやっていることを知り、早速録画予約をセットしました。ですが例によって見るよりもたまる一方で、全部見るのはなかなか大変。ブルーレイに落として危ないデカコレクションとして昔を懐かしみつつ、じっくり楽しみたいと思っておりますということです。あぶれかですね、見ちゃいますよね、これはね。めちゃめちゃ見てましたもん、ね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、続いてですね、ダンサーさん、ミソさん、ワサス抵抗ゼロ、エクセレント滑り王子、リスナーの皆さん、京都からこんばんは、シュープリームです。お、京都から。あ、京都なんですね、今日は。はい、美しい夕日に、美しい女性をセットしたいよ、したいよねってことで、ああ夕日とね、あの女性をセットしたいところですね。連日、奈良で、鹿活をしていて、お気に入りの撮影スポットの若草山には鹿と女子が、漂うような、鹿せんべいでまず女子をゲット。ん？ん？ということは何、あの鹿せんべいで女子も釣っちゃうってこと？そして女子と、鹿と夕日をセットしたら嫌でも、映え写真が撮れます。あら、あ、王子は飲み屋に行くと安いセットなんかじゃなくて、ヘネシーのボトルを入れてお椀で豪快に飲んでお姉さんを喜ばせるって本当ですか。ヘネシーですか。まあそれはあんまりないですけども、まあ、そこまで飲んだらね、王子ね、宴会どころの騒ぎじゃなくして寝ちゃいますからね。ただね、このね、シムリムさんからいただいたこの写真がですね、はい、この鹿と女子で女性が写ってるんですけども、はい、これがね、まあ、よく見えないと思いますけども、このワンピースのね、うん、女性が、うん、こう立ってるんですけども、うん、これがまたね、うん、ジアだかで透けてるんですよ、うん、これ見ると、うん、もうそれがどうしても王子気になってしょうがないんだよね。おだまり、どういうこと、ジアだが透けてるって。ジアだ透けてるんですよ、これ見て、ほらでしょ。それ見て喜んでる。これ見てて、すみません、ラジオでこれ見てはないですよ、ちゃんと説明してくださいよ。いや、だから薄手の白い、ね、ワンピースを着ていらっしゃるんですけども、うんうん、ちょっと太ももあたりがこう透けて見えてるっていうね。ああ、なるほどね。これをこれ見て喜んだ、うん、そうそう、とっても気になって、これがしょうがない。もうさ、見るところがなんかやっぱり違うよね。うん、こちらの写真を見て最初に思ったのは、うんうん、ね、やっぱりこうね、もうね、はっきりよ、うん、視点がね、厨房。中学生かって感じ、あ、と思ったら同じこと言ってる。ひゆみさんも中学生かって。いや、でも目いきますよ、これ。大河さんも視点が学生じゃん。すごいなと思って、うん、もう、あ、でもこの、ね、どちらの女性なのかなってこういうことが、ね、気になってしょうがないよ、ね。沖縄だしさ、もう春季真っ只中の学生。ほらほら、みんなもう、いや、だから、はい、高子さん39分、卑猥な発言によりイエローカード。卑猥じゃないですって。2枚目でレッドです。ほら、もう出でしたよ、あの写真はちゃんとね、はい、切りましたんで、はい、はい、はい、じゃあメール読みますよ。はい、はい、ジェニガタゲームさんからです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。本日のテーマセットといえば、かつてアパレルの店員で販売の仕事をしていた私は、髪質が細く柔らかい癖毛のために
朝起きたら髪の毛はドリフ大爆笑の爆発コントみたいにボサボサに乱れるので、髪の毛をセットするときは必ずスーパーハードジェルなどのハードタイプの整髪料をくっつけて櫛でバッチリオールバックスタイルのヘアにしてビシッとかっこよく決めていました。現在のスキンヘッドヘアスタイルからでは想像がつかないと思いますが、ということです。博士喋りたい？あ、そうそう、あのごめん、音声なかったんだ。喋りたい？あ、喋りたかった。じゃあ入れますよ。はい、はい、どうぞ。今ね、いろいろ喋ってたんだけど、あの、うん、オージーのマイク入ってなかったみたいで。そうそう、だって、うん、あのね、高坊さんからレッドカード出たから、もう退場かなと思って、うん、今の間ペラペラ喋ってたんだけど、みんな聞こえてないよね。残念でした。はい、続いてですね、はい、はい、名古屋ネーム沖縄大好きさんからです。ありがとうございます。先ほどもありがとうございました。ありがとうございました。ダンサーさん、みそさん、王子、こんばん、名古屋、名古屋、この度は旧名古屋に呼んでくださりありがとうございます。こちらこそありがとうございます、はい、ありがとうございます。セットといえばハッピーセットありますよね、うん、ハンバーガーやポテト、ドリンクと一緒についてくるおもちゃのおまけ。昔はよくハッピーセットを頼んでおもちゃでよく遊んでいました。乗り物系やディズニーキャラクターなどたくさんありましたね。今のハッピーセットも CM を見ると、日々進化しつつ当時と変わらない良さもあります、ということでございます。そうだね、あのやっぱりあの人気ありますもん ね、ハッピーセット、うん、でも毎回こう ね工夫されててすごいなって思います。いろいろなこのキャラクターとコラボしたりとかね、うん、してますもんね。ですね、はい、ということで名古屋は栄養コーナーいきますか、うん、ちょっと短めですけども、はい、はいはい、名古屋は栄養コーナーです。はい、はい、やっぱりね、うん、名古屋でセットといえばやっぱりね、うん、モーニングじゃないですか。まあ、そうだ ね、うん、やっぱりコーヒーだけではね、うん、やっぱり物足りないですし、うんうんうん、ね、必ずね、こう、まあ、もちろんモーニングって一応選択できるんですよね。つけますか、どうしますかって、うん、だから本当に別にコーヒーだけでいいっていう方は、うんうん、いや、いらないって言って、うん、あのそのモーニングのセットいらないって言えば、ね、それで別に来ないわけですし、まあ、大抵何も言わなければ普通にセットが出てくるってことですよね。そうですね、うん、でも大体ノーマルだとそのコーヒー、まあ、まあ飲み物ですね、はい、の金額で、ちょっとあれかな、トーストと卵がつくんですよ ね、うん、でちょっとお金を払えばまたちょっと違う、うん、グレードアップしたような、うん、ものがついてくるっていうのがありますよね。そうですね、うん、ノーマルのセットにプラスいくらかすると、うん、例えばサラダがついてくるとか、うん、ヨーグルトがついてくるとか、うん、でちょっとそのトーストもサンドイッチになったりとか、うんうん、なんかね、とかね、いろいろそういうセットがありますよね、うん、ありますよね。そうですね、ねえ、まあ、あとやっぱりスガキ屋のセットは、うん、やっぱりソフトクリームがついたセットをチョイスしがちですね。あ、そうなの？あ、そうそう、スガキ屋はちょっと説明、はいはい、どう説明しますかね。うん、スガキ屋はスガキ屋という、まあ、チェーン店が、うん、あるんですけど、名古屋のソウルフードですね。これはですね、まあ、ラーメンがあったり、うんうん、まあ、甘味、うん、まあ、いわゆるソフトクリームとか、うん、あんみつとかですね、こういったものを販売しているお店なんですけど、うんうんうん、ラーメンが今400円だったかな、うん、410円 ?400 円、まあ、それぐらいになってますね、うん、だいぶ昔に比べれば、うん、昔に比べて上がったんですけども、うん、上がってますね、それでもその金額でラーメンが、うん、安いただけるという、うん、ソフトクリームも今200円ぐらい、うん、200円超えたかな、うん、超えてるかもしれない。あ、でもあのセットにつけるのはミニサイズ、セットだとミニのソフトがついたりとか、ミニソフトなんですけど、うんうんうん、そうなんですよ、うん、であとクリームあんみつとかをセットにしたりとかっていうこともできる、うんうん、そういうお店なんですけど、本当に名古屋のソウルフードと言えるぐらいのお店なんですよね。そうですね、ね、でも今あれですかね、全国展開してるような感じじゃないですかね。残念ながらないですか。ないんですよ、そう、ちょっと ね、確か東は静岡ぐらいまで、浜松ぐらいまでなんじゃないかな、県ですね、うん、で西が兵庫県までありましたっけ。大阪はあるのは知ってる。大阪はありましたね、うんうんうん、兵庫県まで行ってたかな、そうないのかな、うん、っていうところですけどね、うん、はい、いや全国ね、これ沖縄にあったらすごく面白いなって思うんですけどね、うん、なかなかね、
まあ、ただ先ほどのね米田、うんうん、そうですね、あの米田コーヒー、うん、まあ、あの本当にあの名古屋風の喫茶店ですけど、うん、沖縄にもありますからね、うん、私あの沖縄であれはどこだったかな、あの京塚だったかな、うん、京塚ですよ、うん、京塚であの米田行こうとしたんですけど並んでまして、いやそう、うん、行けなかったんですよね、んでて、うん、断念したんですよ実は、うん、混んでて大人気すぎて、うん、残念ね、なぜ沖縄へ行って米田っていうふうに思うかもしれないですけど、うん、ちょうどねあのミーティングをしたかったので、ね、いいかなと思ったんですけど、いい場所ですよね、あの激混みはびっくりしました、うんうんうん、ですね、はい、ということで、はい、名古屋は栄養ちょっと短いバージョンでしたけれど、はい、セットのお話でした、はい、はい、キウナ名古屋。はい、メールご紹介します、はい、お願いします、ダンサーさん、味噌煮込みスキーさん、マスクマさん、こんばんは、おばあからもらったプライベートジェットです、ありがとうございます。蕎麦屋さんなどでメニューを見ているとカツ丼のセットなどが目に入るとついついセットを頼んでしまいます、うん、セットの方がなんとなくお得のような気がしてしまいます、皆さんは単品派ですかセット派ですかということでございます、うん、でも王子結構あれですね、その時その時なんですけど、うん、単品でちょっとその麺を大盛りにするとか、うんうん、でよくもう今だと写真がついてますもんね、あのセットもの ね、それ見てね、あちょっとこれだと、うん、あんまり王子好きじゃないなと思うとその麺だけ、うんうん、大盛りにしたりとかっていう時はありますね、でも案外でもセットが多いかな、うん、私もセットにしがちですね、うん、お腹いっぱいになるんですけど、うん、ついつい頼んでしまいますね、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。じゃあメールいきますね、はい、ヤンポーさんからです、ありがとうございます、ダンサンさん、みそにさん、他一名こんばんは、あ、これは王子のこと、他1名、うん、してセットですか、俺は髪の毛をセットする必要はありません、丸刈りでセットのやりようがないですね、ヤシガテ高校時代の俺の寿司なんかはパーマ当てていてセットするの大変そうでしたけど、俺が丸刈りにしたら俺の真似して丸刈りに仕上がった、そしてスポーツ刈りにしたらまた真似してスポーツ刈りに仕上がった、俺と寿司ターはセットなのか、相手が丸刈りなんてしたらただでさえ人相悪いのに一緒に歩いたら暴力団封じになって死に悪鬼巡査団、相手とはセットにはなりたくなかったな、まず絶対にセットになりたくなかったメンバーやたん、相手は俺の真似したら稲具が当たると思っていた封じやたん、俺の真似なんかしても簡単に稲具が当たるはずもないのに、王子は誰の髪型真似するか、福山雅治か反町か、やめとけ、いくら髪型変えても絶対に無理だから、なんと言ったって滑り王子だからということです。ということは何、あのどの髪型がいいと思ってらっしゃるのかね、うん、いやだからとりあえず王子は王子がいいってことですよ、まあまあ、そういうことが言いたかったんですね、きっとね、ありがとうございます、誰の真似してもしない方がいいよ、やめときなさいってことでした、オリジナルもね、まあ、そういうことですね、わかります、私このメール読むのなかなか旧名古屋にチャレンジですよね、うんうん、はい、ありがとうございました。だからといって、あの別にあの全然そうじゃなくし てか王子なんでこのメールこっちに回す、あのね、内容僕見て、あの王子見てないんですよ、でもあの、まあ、王子内容見ないのに振り分けてるの、ちょっと待って、それは明日で反省会だ、そうよ、だからあの枚数少ないでしょ、王子たくさん読んでるから、あのツイキャスをね、あのはいはい、ツイキャスを読んでいただいてるから、王子たくさん読んでるっていうか、王子メールの数よりも王子なんか内容がこういうのが多いんだけど、気のせいかな、そうですか、おだまり、はい、はい、続いてみる、はい今夜も元気に、こんばんは、こんばんは、はい、こんばんは、みんなの沖縄 T シャツパパヤです、ありがとうございます、ありがとうございます。一人暮らしを始めたばかりの時、6畳一間の安アパートに住んでいました。そこで友達が自由に出会いできるように何人かにコピーした鍵を渡したんです。仕事に行ってる間に勝手に本やゲーム、家電が増えたりしててたまり場になっていました。ある日バンドの練習に行っていたら
みんなでカレー作って待ってるねとのことで、ウキウキで帰ったんです。帰ったらご飯があるって嬉しいですよね。鍋には美味しそうなカレー、早速食べようと皿にご飯を入れるため炊飯器を開けたら、中にはぬるま湯に使った生米がああ炊けてなかったんだ。あ、うん、どうやら炊飯のセットを間違えて保温にしていたようです。あります、これありますね。そこからセットし直して無事にカレーライスを食べることができました。深夜1時に食べるカレーは美味しかったですということでございます。いやこれねありましたね、まあ、なんともならんですねあれね。まあ、はい、それぐらいなら大丈夫ですよ。そうですか。じゃあ、なんかすごい気持ちわかります。メールお願いします。はい、続いてですね、はい、卵さお卵卵点がついてるよ。卵さん、みそさん、ダンサーさん、こんばんは。雨真っただ中のあんつばです。ああこれちょっと間違えちゃったかな。テーマセット、ファーストフードチキン上宮の自分。本島に行ってレンタカー借りたら直行してチキンフィレバーガーセットのコーラサイズアップ、オリジナルチキンに、2ピースビスケット1つを毎回注文してて、レッドホットチキンが出てる時はレッドホットチキンも、2ピース追加しています。そして地元に帰る時はレンタカー屋に行く前にドライブスルーに行き、チキン4ピース、ドリンクついていないチキンフィレバーガーセットビスケットを注文して飛行機に乗るんでと伝え、袋を二重にしてもらっています。あ、これ匂いが出るからかな。そうですね、すごいです。そうね、やっぱりね、買って帰りたくなりますよね。でもさ、これあの機内で匂い出ますもんね。機内で食べるってこと？違うの違うの、お家で食べるんですよ。ですね、機内で食べたら匂い充満するもんね。ね、あれ気圧の関係でも漏れちゃうかもしれない。まあそれ、はいはい、匂いはでもありますね。ねえ、この前あの私よくね、はい、マクドナルドテイクアウトして、匂いがすごいバスの中で充満とかありますけれど、この間ね誰かうどんをテイクアウトしてね、うどん、そうなんかねバスの中出汁の香りで充満してたの。もうめちゃくちゃお腹空いて、あのマクドナルドの匂い充満許せないんですけど、出汁の香りの充満ってなんだか許されますよね。あ、そうだね。もうお腹が空いてもその出汁の香りでも、もう本当にね、丸亀製麺とかは、ね、そうですね、テイクアウトだと、そう、それはテイクアウトだと思います、はい。あね、カープボーイさんがちょっと気になることを書いてたんですけど、名古屋の人ってオープン記念の花束を近所の人がも全部持ってって裸にするって本当って、持って帰りますよね。あのお店の方もね、あの持って帰ってくださいっていう風に、あの伝えてくれますので、案外皆さんね、あの持って帰りますよね。これあれなんですよね、多分その持って帰ってその花束が裸、要はそのスタンドから、フラワースタンドから裸になる方が縁起がいいっていうことなんですよね。繁盛するっていう意味なんですよね、多分ね、そういう意味でお店の人は持って帰ってほしいっていうことですよね。そうですね、ちょっとそのエピソードを、ね、話そうと思ったんですけども、エンディングの時間になりましたんで、はい、じゃあエンディングに行きましょう。はい、エンディングですね、はい、はい、エンディングです、はい、来週のテーマは昭和。来週のテーマは昭和です。カラオケは昭和歌謡曲オンパレード、昭和レトロおもちゃを持っているなどなど、昭和エピソードを教えてください。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス、個人スポンサーさんですグランレーナさん、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、 お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市永田、おやつと軽食の店夢屋、太古式とオイルリンパトリートメントのリラクゼーションサロンなごみ、ネットカメラ録画システムのことなら D グラッド、個人スポンサーさんです真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。
はい、今週もお聞きくださいましてありがとうございました。ありがとうございます。東さんが王子は持って帰って飲み屋の女の子に渡すんでしょって。お花のことかな。なんでわかったの。ダメですよ。本当にダメですよ。昔それがありましたからね。ダメですよ。よくわかっちゃったね。おだまり。ピンポイントに言われるとなんか恥ずかしくなっちゃうな。バレてます。はい、はい、ということで来週もお聞きください。はい、閉店ガラガラ。はい、今週もお聞きいただきましてありがとうございます。ありがとうございました。もうレッドカードでしたね。なんでやっぱりなんで。いやもういろいろ下心見え見えじゃって。下心もうね、沖縄大好きさんとのトーク広かったよ、ひどい、ひどかった。あのすごい喜んでいただいてね、あの王子良かったなと思ったんだけどね、今日もね。誰が今日もね、沖縄大好きさんのツッコミって、まあ、ひふみさんも言ってましたけど珍しいんですよ、はい、あの通常はツッコまれない方ですよ、あまりね、もうよっぽどだったってことですね。だからそれぐらいこう、ね、あの楽しくあのトークができたというふうにご理解していただきたいだと思いますね。はい、ということで、はい、ということで、はい、反省会ですね。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。